なかなかセーブできなくてやり直しだと大変だからね。それでも積むかもしれない。今イージーにしたよね、私。もういい、やっていこう。あ、さっきのムービーの流れから起きて服を着たということね。ローラ。かっこいい系、綺麗系だね。好き。ローラ好き。あ、橋本？これ私が動かしてる。あ、これ私がもう動かしてる。なんかこういう、なんていうの、視点だ、一人称視点で、左右の方向キーとか押すと、こうやっていろんなとこが見られる。で、多分、前とか押すと、前に寄ったりみたいな。あーはん。あ、で、こういうの一個ずつ調べていくのかな。あ、A ボタンで調べられる。すごいね。全部なんかこういう、ムービー見たくなってる。何それ。ああ、イヤホン。あ、それか。それがピンピン聞こえるやつ？ありがとう。その黄色いやつ気になってんだけど。T 字の。それ何？あ、もう調べられない。それで？ここは？ここは調べられない。こう。調べられない。前に出ます。これ。調べられる。動きは非常にもっさりしている。 しょうがない、古いゲームだから。やっていこう。わー、英語だ。 英語やだ。おー、B 潰れちゃってんな。微動。真ん中に文字、あ、ビデオか。ビデオ。あ、フォン。ビデオフォン？データ。ブック？ 違うな。あの、絵に騙されてる。B ついてるけど違うな。BASE か。ベース。しかも、自分の首を斜めにしないと読めない。脳が。わかんない。クエスチョン。クエスチョン、クエスチョン。オッケー。ビデオフォンから。これ通話みたいなやつかな。あ、さっきのやつだ。あ、ローラは自分だから押せない。パーカー、ロニー、ジョージ、デビット。ふんふん。みんななんかどっかで聞いたことある名前だな。 どこかしらで出会ったことあるな、ゲームで。まずパーカーから。だいたいバイオハザードに出てない。 よくある名前ってことかな。パーカー。どう、パーカー。わー、パーカー！やられてる。あ、48いらなかったわ、パーカーには。ふんふん。こうなってますよ、みたいな。もう一回見れる。あ、一緒だな。ふんふん。途中キャンセルはできない。でも一応2回見ていこう。変わるイベントだったら嫌だから。はい。キンバリーは？あ、コードね。オッケー。はい。デビット。あ、デビットはいらない。ブロックされてるよ。ローラ、仲悪いの？ アクセスが拒否されてる。デビットと仲悪い、ローラは。オッケー、そういう人間模様も考えていかないと。え、ローラ、みんなから拒否されてる。大丈夫？ひどいよ。キンバリーは仲良しかな？ネットワークエラー27。
マーカスはエラーね。ロニーはローラ、聞こえるか。あ、船長のロニーだ。はい。コールドスリープを突然覚まされて意識がはっきりしないと思うが、船内で何かがあったらしい。急いで話したいことがあるからビデオフォンでこちらにコールしてくれ。うん、話があるからビデオモードでコールしてくれ。え、今コールしなかったっけ。ローラ、聞こえるか。船長のロニーだ。コールドスリープを突然覚まされて意識がはっきりしないと思うが、船内で何かがあったらしい。急いで話したいことがあるからビデオフォンでこちらにコールしてくれ。あれ、コールし、これはコールしてることではないの。これ録音。あ、なんか上に書いてあんな。ウィンタータワー。こっちはスモスムルタワー。あ、わかったわかった。サマーじゃない。ちなみにウィンターからの予測で。あ、そ、タワーが分かれてんのか。あ、住んでるところが違うってことかな。その冬と夏で2つタワーがあるってこと。ちょっと待って、このロニーに連絡は、とりあえずエグジット。ふんふん。それでこれ、これ何なの。あ、インフォメーションか。もう英語ばっかり。日本語どこ行った。はい。あー、マップだな。あ、ここ1階ってことか。01ね。ローラルーム。ローラか、本当にあれ。ちょっと文字が潰れちゃって読めないな。ふんふん。あ、まあでもこういうマップになってるってことね。あ、ウィンターって書いてある。地下もある。オッケー。マップ。ロック。英語は難しい。何が行われてんのか分かんないな。あ、ロックじゃないか。ルック。見るってこと？あ、今自分がいるのはこのウィンタータワー。そして、サマータワー。あ、では、スプリングと、え、ファール？ファールって秋？そういえば秋って英語でなんて言うのか人生で一回も意識したことないかも。秋は秋だろ。え、スプリングって春だよね。高葉英語人生で一、進級の時だけ先生がなんかすごいかわいそがって2 にしてくれたぐらい。英語できなかったからな。まあいっか。押せないね、これは。帰ろう。OK？ これしか見られない。インフォメーションは説明みたいなやつだね。結構調べてく系かな。これは？しまった。英語がちょっと私的に理解しにくい。データベースだね、やっぱ。はい。あ、リードミー。ほうほう。ザ、アキ、ディ、ビーか？データベースバージョン 3.01
バイベベクステージ INC あ、会社？それはそれでおしまい？エレベーター各タワーの断層、あー文字が潰れてる。各タワーの断層を移動するための設備、主電源は各フロアのパワールームにある。ちょっとこれ大画面で、あのフル画面っていうかモニターに映してやってるから文字潰れちゃってるな。カード機、本線ビークル時秋のコネクト部のドアを開閉するためのキー、すべてのドアには共通しない。はい、監視カメラ、天井に設置してあるカメラ、その地点の情報を映像音声で確認する。なんだ、あ、用途かな。ちょっと文字は本当にじんじゃって推理でしか読んでないから、用途のなんだろう。潰れてる。その地点の温度か湿度、いや、あ、温度と湿度かな。私文字が全然読めない。その後なんて字、なんとか、なんでこんなににじんでんだろう。画面サイズおかしい？確認できる。まあ、いっか。エネルギーガンをチャージするための装置。5秒ほどでチャージが終了する高速タイプ。ガンの性能によってチャージ量は異なる。漢字は全部潰れてる。から勘で読んでるから。タワー間を移動するエレベーターを作動するためのキーディスク。オリジナルは青。コピーは黄色をしている。オリジナルは青、コピーは黄色。緊急プログラム、船内に異常が起こると発生するプログラム。離陸や着陸、コールドスリープなど全てのプログラムが停止される。緊急用ブリッジ、ウィンタータワーとサマータワーを結ぶブリッジ。緊急時の運搬かな、いや移動に使われる。コールドスリープ装置、長距離の航行を可能にするための冷凍装置。安全に冷凍解凍するために使用時には長いプログラムが組まれる。 OK、 どんだけあんのこれ。工具室、ウィンタータワーの4階にあり、さまざまな工具が保管されている。OK。コネクトドアロック。普段使用されないステアールームに入るためのドアロック。専用のカードキーを使用するか、4000桁のパスワードを入力して開ける。4000桁のパスワード？あ、要はキーでしか開かないってことね。4000桁のパスワードも開くけど、それぐらい高性能なロックってことね。多分入れさせないよね、4000桁。怖いよ。ドアなどに使われるカード型のキー、コンピューターによりパスコードを書き換えられるタイプ。 190G と 230G のものがある。Gいっぱいあるこの情報。非常時、本線ビークル時アキーをあれ、まさか爆破。爆破、自爆装置もしかして。ちょっと文字が潰れてる。まさかあれ爆なんじゃ。非常時、やっぱ爆発すんだね、ホラーゲームはみんな。最後は、爆破するための装置、自動爆破プログラム開始後3分で爆破に入る。逃げる系。もう最後のオチが分かったね。爆破オチだったわ。ステアールームに設
備される移動手段、緊急時以外は使用禁止、最大重量165か185キログラムまで。 OK？ いっぱいある。ウィンタータワーの4階にあり、さまざまな資料や図書が保管されている。常時のコンピューターによりデータ管理されている。資料室は常時のコンピューターね。メモっとくか。資料データは常時 OK。 ステアルーム、ウィンタータワーの1階から他の階へ移動するための手動リフトがある部屋。エレベーターがあるため通常は使われない。ストアルームは地下1階の荷物庫に荷物を落とすための部屋。荷物の中身を投資してかな、チェックするためのコンベヤー設備もある。 OK。 スピーカー、天井に設置してあるスピーカーシステム、緊急時などクルーに状況を伝えるときにメインコンピューターによって使用される。 OK。 これどんだけあるの。ダクト断層、各フロアとフロアの間にある空気調和かな、いや換気設備のための管路、道って字だよね。その前はなんだ。また送電線やネットケーブルの収容にも用いられている。 OK。 脱出用小型船、非常時脱出するための小型船。フォールタワーの脱出用ドックから脱出できる。脱出時はオートパイロットで地球まで帰還できる。 OK。 タワー、本館ビーグル時秋は大きくスプリングサマー、あ、やっぱフォールが秋なんだ。初めて知ったかも。人生でやっぱ英語避けて生きてるからね。春夏秋冬でよくない？日本人だから。スプリング、サマー、フォール、ウィンターの4つのタワーで構成されている。 OK。 DNA ロック、高いセキュリティを守るための DNA 判定によるロックシステム。ロックした本人の DNA を照合しない限り開かないシステム。荷物庫。読むだけで終わっちゃう動画が。ウィンタータワー地下1階に位置する。食料や飼料、実験材料などさまざまなものが置かれる。機関士かな、ね、機関士パーカーが管理を兼任する。荷物庫はパーカー、荷物はパーカー、メモとこ。 OK。 ネットコンピューター、館内の各部屋に取り付けられネットワーク化されたコンピューター。船内の状況判断やビデオフォンなどに使用。ふんふん、これね、今使ってるやつ。パーソナル E キー、各クルー別のエレクトロニックキー、引き出しやロッカーなど、その何人だろうのもので、あ、個人かな、その個人のものであれば共通して開けられる。あ、じゃあ自分のキーってことね。 OK。 パワールーム、各タワーすべての主電源が集まっている部屋。セキュリティのため電源をオンオフするにはコードの入力が必要。ふふん。ビーグル寺秋、本船の名称、スプリング、サマー、フォール、ウィンターの4つのタワーを持つ巨大船。名前は設計者のな、うん、秋一郎ってこと？小一郎みたいな。昭和の章。ちょっと文字が潰れちゃってんだよな、から取った。小一郎さんってこと？あ、でも秋だから、あっち、秋一郎さん。かな、わかんない。PX プロジェクター、
あ、VX プロジェクター。部屋の壁に取り付けることによって、窓のように、あ、擬似的に、外観かな、外の景色を映し出せるってことね。あの、窓がないと心が落ち着かないっていうか、閉鎖的な感じがするからってこと？あ、希望者の部屋に設置してある。擬似的な窓がつけられるのね。OK。ヘッドセットカメラ。頭部に取り付けることによって映像と音声をネットで結ばれたコンピューターに送信することができる。情報の送信や周辺に使用。ボイスレコーダー。どこまであるこれ。航行記録を録音するために作られた装置。バッテリーを大量に消費する旧型。あ、これかな。レックとプレイで録音再生する。これがね、セーブみたい。セーブロードってことらしいね。ボイススキャナー。3FP レイにより、人体をスキャニングする装置。人体の透過によって、患部や病原の発見のほか、健康管理などにも使われる。MRI みたいな。ホログラフィープラント。3D レーザー光線を応用した 3D 映像が楽しめる。観葉植物、植物自体も人工。蝶のタイプと鳥のタイプがある。へえ、あ、気持ちを和らげてくれるってこと？ロッカールーム。すごいいっぱいあるけど、でもなんかこれ読んどいた方が世界観がわかるかなと思って。読んでいこう、せっかくだから。各タワーに一室ある各クルーの共同ロッカールーム、エネルギーガンのチャージャー設備もある。あ、ここで、ロッカールームで銃補充ね。ロッカールームで銃補充。OK。チャージ。BPS。ベックスポジショニングシステム。耳につけて使用する生体反応装置。あ、これはこれか。今耳にさっき拾ったやつね。さっきのキーはまだ取ってないのか。ちょっともう脳みそが疲れてきたんだな。耳につけて使用する生体反応装置。生体に反応して3種の音を発する。これがあの練習モードでやったピンピンのやつだね。何これ？あ、データが破壊されています。だって、ほう、文字化けしてるってこと？これ以降のデータは破壊されています。ふんふん、なんか途中コマンドみたいの入ってない？なんか右矢印みたいな。待った、これさ、ボタン、あのパソコンのキーでやったら文字が出るみたいな。ちょっと待って、0は、よ、9はよ、1はぬ、和洋ぬ、意味ないな、多分。いや、どうか？ R、す、和洋ぬす、和洋ぬす、み。いや、意味ないな、多分。多分データ破壊されてるってことを表したいだけだよね。ここに謎解き要素なんてないよね、多分。あ、今あのパソコンにさ、あのキーボードにさ、その数字のところとひらがな表記載ってるじゃん。それかなって思っただけで、そんなことさせないよね。だってキーボードなかったら分かんないもんね。よし、終わった。ふー、疲れたぜ。今日はこの辺にしとくか。あ、まだあった。これ今データベース読んだから、これは何？クレウデータ。あー、クルーってこと？キンバリー。あ、この子英語なんだよな。キンバリーがコンセルラー、ウィンタータワー、
あ、どうなんだろう。ウィンタータワーのボスみたいな、そういうこと？わかんない。これ下都市か。32歳。お、SEX。あ、性別ね。SEX。性別は女の人。ブラッドタイプってこと？血液型必要？なんかさ、海外ってあんまり血液型のこと気にしないみたいな。なんか日本ぐらいだよね、血液型占いみたいなあるの。そこ大事なんだ、書いちゃう？そこに。OK。あ、下は生まれ故郷みたいなことかな。USA ってこと？あ、ここ、あれなんだ、アメリカとかあるんだ。世界観的に。これがデビッド。ちょっとまあ、なんか、職業みたいなのは読めないから、31歳。で、男の人？で、A 型。ちょっと血液型関係ある？なんか、輸血とかいうミッションあるかな。あ、ユナイテッド・キングダム。イギリスでしたっけ？イギリスでしたっけ？ちょっとふわっとした情報で。ローラは？ローラは29歳。みんなやっぱ宇宙飛行士っていうか宇宙船乗ってるから、それなりに年齢だね。うんふん。B 型。あ、で、アメリカの人ね。ジョージは？ジョージ48歳？ A 型。あ、ジョージジャパンじゃん。ジョージジャパンなの。日系人ってことかな。あ、でもジャパンだから完璧日本人なんだね、ジョージ。あ、しかもジョージってさ、漢字で書けるジョージの人かな。どうなんだろう。ジョージ、ゲオルグさんね。マーカス。マーカスが39歳。大型？なんて書いてある？生まれ故郷。ゲアマ。どこだろう。わかんない。ちょ、文字が読めないな。あなたは？ロニー。あ、これ船長って言ったっけ？さっき映像で連絡くれって言った。45歳。USA ね。みんな USA じゃん。アメリカの飛行船なのかな？で、これがパーカー。パーカーはさっきオープニングで食べられた人ね。もう亡くなってるから。パーカー30歳。ロニーとマーカス。ジョージは日本人。OK？ OK、OK。デビッドどんな人だっけ？顔が全然覚えられない。顔が全然覚えられないし。みんな若干男性ホルモン強くない？あんまふっさふさの人が見つからないんだけど。OK？ OK、OK。ロニーも男性ホルモン強いな。ヒゲが。OK？ もう一個あんな。これ。何これ？ペルソナルファイル。あ、違う。違う。間違えると時間がかかる。これでして、ボタン間違えちゃう。A ボタンが決定。これ。現在使用できません。あ、じゃあこれでもう全部見たか。OK。だいぶ長くなったが。いや、でもちゃんと見とかないとわかんなくなりそうだからね。OK。で、なんだっけ、ロニー？ロニーに連絡って言うけど。んふん。それで、右を向く。これ、あ、L と R でアイテムが出せる。で、使用するときは A かな。なんかどっかでアイテム使わなきゃいけないときはそれができるみたいな。その服は調べられないの？ OK？
お花？あ、蝶々。あ、消えちゃうのね。ちょっと待って、どんな感情今。消えてしまったわみたいな感情？待て待て。あとは？こっち。これ結構探せなかったりしそうだな。あ、これがセーブのやつかな。はい。どうした？ローラは喋んないんだね。あ、キーもある。あ、やっぱ説明読んどかないと何かわかんないね。物が。一番下は見ないんだ。一番下はいいのかな？あー。あとここ、そのなんか横にある青いやつとかは見られないんだね。あ、もう調べられない。あとは？こっちは、どうなる？あ、やっぱ同じになるね。オッケー。ちょっと探すの難しいな。なんか見落としちゃいそう、角度的に。で、こっちのドア。時間かかる。こう行って、で、こう。ちょっと待って、アイテム。これでこれ押したらセーブになるのかな。もうちょっと我慢するか。死んだら飛ばしてくればいいのもね。ちょ、我慢しよう。今すごいセーブしたい衝動駆られてるけど、まだ何にもやってないから我慢しよう。怖ーい。